はい、皆さんこんにちは。今回はですね、この量産型ズボックですね、チヂユシですを作っていきたいと思います、でね、これ普通な感じで作ってもちょっとどうなんだろうなっていう感じはしますので、ちょっとカラーリングバリエーションみたいなのねやっていきたいと思います。中身の方がランナーが1、2、3枚ですね。とポリキャップで、説明書の方がこちらですね。はい、スペックはこう書かれてますね。で、量産型ズボックをどうやってね塗っていこうかなと思ってるんですが、今回はね、なんかこう楽しい感じにできればなぁと思っております。皆さんのね、このズボックはおいくらでしたかね。なんか600円、700円、800円とかそんぐらいだったと思います。結構ね、今食玩ね、キャンディートイと比べてもね、そんなに値段変わりませんのでね、結構こう楽しくプラモデル作るにはちょうどいいキットなんじゃないかなと思っております。はい、裏面がこんな感じですね。普通に作るとこういう感じに出来上がりますよということですね。カラーレシピなどもね、ここら辺に載ってますのでね、ノーマルっぽく作りたい方はね、説明書を参考に作られてはいかがでしょうか。それではね、仮組みの方やっていきたいと思います。はい、素組み完成いたしました。こんな感じですね。ここから軽くね、サフェーサーなどを拭いて塗装に入っていきたいと思います。はい、サフェーサーを拭いた後にですね、白というかグレーというか白っぽいグレーですね、を全体に拭いております。そんな感じです。で、ここからね、マスキングして色を塗って仕上げていきたいと思います。またね、出来上がりの方はね、お楽しみにっていう感じですね。それではやっていきましょう。はい、基本塗装ができました。こんな感じです。コンセプトはですね、何でしたかね、よいしょ、はい、これですね。この、今ちょっと売ってるのかどうかわかんないですけどね、ガンダムフロント東京で大昔にね買いました。この赤いの連邦軍カラーですね、ガンダムカラーっぽくやってみようかなと思いまして、塗ってみました。これね、赤いので可愛らしい感じなんですけども、まあズゴックでね、さらにガンダムっぽくで、ちょっとリアルタイプカラーっぽくしようかなと思いまして、こんな感じに仕上げました。はい、ここからデカール貼ってね、仕上げ塗装してやっていきます。ここマスキングでね、ちゃんとスリッパ布を赤く塗っております。やっていきましょう。はい、デカール貼りとね、トップコートまでできました。こんな感じになっております。まだね、目の方はシールでやろうと思ってますので、ね、貼ってませんけども、こんな感じに仕上がっております。いかがでしょうか。主にね、なのかな、ガンダムのちょっと昔のデカールですね、100分の1のデカールをだいぶ使っております。はい、この番号はね601にしてみました。これ勘のいい方はね、お気づきになるかもしれないですけどね、こうやって見るとね、ガンキャノンの109を反対にして使ってるだけですね。を601に見立てました。はい、でね、ちょっとトップコートしてからね、今天気が悪くてちょっと乾きが悪いので、ここから先の作業ですね、ウォーシングなのかフィルタリングなのかわからないですけどね、やりまして、ドライブラシっていうのね、また次の動画でね、やりながらね、お見せしながら完成まで持っていきたいと思います。それではこの動画面白いと思いましたら、グッドボタン、チャンネル登録、ツイッターのフォローをよろしくお願いします。
それではさよなら。